はい、フレンチ、はい、4ヶ月ね、はい、あ、セミ、ああ、ありがとうございます、ありがとうございますですよね。1000人超えた、1000人が登録して、まあ、定期的に見てるということ。1190人、あ、まあどうなんでしょうそれまあいいまあこれちょっと余談なんですけど、我々の若いやつの仕事もこうやって YouTube をやり始めてから、撮影するつ、まあ第三者的にこう見てカメラを回してつの、それも作業の一環としてやらしてるつうか、やってもらってるつと、若いスタッフ自体もなんかこう今までと違った現場の挑み方が最近しだしたのね、うん、まあそれはなんか今までなかったことじゃない、我々の仕事の中で。だけどこれから若いやつはそれも技術の技術として、まあみんなに伝えたいっつうことを意識した上でこう撮っていくとか、そういう一緒に現場やっててもなんかそう感じて来てますね。働いてますよねこれ。写真で収めて曲質よりもなんかストーリー性とか、なんか全てなんかこう仕事の一環として頭に入ってきたっていうか、そうするとなんかこうなんか物の進め方とかいうのもなんか変わってきたような感じがします。うん、これはちょっと分かんないんだけど、まあ、まあ、4万でしょ。いや、そんだけ見てくれてるっていうことだよね。1万さん、じゃあちょっと気合い入れて今度もう少しいやいや入ってたけど、まあ、いや今までやってきた造園というのはこういうこと、ここまでこういうものもやってんだ、こういうのも手がけてんだと、こういう考え方だっつう、まあ自然体でその中でもっとなんかこうなんか造園技術で挑戦できるとこもあるんじゃないかと、でできる範囲っつうのもここまで造園技術で広がるんだぞっつうことも、やっぱり造園やってる人とかにはこう伝えたいとは思ってますよね、うん、うん、世界中インド、あれはなんか欧米とかそういうヨーロッパ系はないんですね。まあいいじゃないですかね。あ、やっぱりアジアの方がこう中心に。それはなんで？はい。え、まあいいんじゃないですか。これはもうアジアっつうか、アジア諸国。動画に、はい、うん、コメントで、はい。
プランター結構植物扱ってる特権通貨なんかそれがすごくあるんだよね我々の場合彫刻家の方とか造形やってる方はその形のデザイン性ないというねなるけど我々の場合はもう必ずそこに植物を入れるからその付属品みたいな感じもう非常に本工事においても庭に関してもそうなんですけど、それで逆にそういうものだからあまり深く考えないで形的に作るのもそれほど気にしないで最終的に植物を植えるから本当に完成度がその器自体においても悪くてもペンキが半分かなくて半分かついてなかったということでもそこに植物を植えることにおいて違った雰囲気になってくれるからだから、魔法通貨、そういうコメントいただいても、ごまかしアートみたいな感じだと思いますよ。だけど、こうやってコメントくれるっていう方は、見ただけじゃなくて、こうやって、本当ありがたいですよね。こうやりがいが、こう、一言一言言っていただいたいただけるっていうのは非常に。ドームのね、ヨーロッパとか結構外人の方は結構作ってくると思うんですけど、で完成度っていうより作る面白さもあるんで、作ってる過程がねあるもんで組み合わせてという一つの代表的なもの。で挙げたと思うんですけどね。そう。あれで初めて僕レンギョウにしても鶴にしても、周りが雑草でも植物が絡むことによって完成が、なるわけですから。苔の。だから結構今私の作り自体が優しいっつうかな施工的に一般の人でも、できる施工方法じゃないかなとは思ってるんですよね。ただやはり形的にどのような雰囲気で作っていくかっつうのがこれから仕上げまで見ていただければなんつうかな匠の技だけっつうので見ていただくのが嬉しいわけじゃなくて一般の方が自分でもこう俺のを見て作ってみたいと自分でやってみたいという気持ちを湧いてくれた方が嬉しいとは思ってますね。あんまり言葉だからダメなんだよ言葉ってね、こう言葉と表して表現できる人だったら多分違う世界言ってると思うんだけど言葉の前に形に自分で動いて形にしちゃう、言葉数が少ないんでどんだけ言葉として伝えられるかだからやっぱし余計に体自分で動かして見てもらう、見てもらった方は分かるからだからその点では非常に映像的に YouTube、撮ってもらって流して作ってもらってるっていうのは僕にとっては最高なんだよね。前からも言ってみますブリコラージュというもう大きな枠が頭の中にあってもう日々毎日やりながら変わってきちゃうしある意味で絵を描いてるみたいなもんで、でそこで材料が余ったものからこう発想が出るとか
そういう形でやってるんで、まあ、コメントっつうのがね、なかなか、まあ、そんな伝えられる言葉はコメントは発してないと思うんだけどな。いやいいこと言ってる。いやいや、それはいいとこ、いいことをちょっとこう取ってくれてんから、俺はもうなんかこう聞くだけでも、これ使ったのかと、なんだちょっと多いなと思ったりしてんだよな。喋んないと私伝わんないしね。だからどうなんだろうと思うんだよね。ためになっていただければ だけど、まあ本格的に神社仏閣でやってる人はまた違った考え方、なんつうかな、こう石の組み方なんていうのは自由に、もうそのある石でそれでいいんじゃないかなと思ったりしてるんで、訳したのこれすげえ。中国、はい、バンクーバー、あ、中国ね、向こうでこう見てね、うん、完成を見たくないね。まだこれから断家ありがとう。まあ、今までビフォーアフターだけでこうね、始めと終わりだけど、我々の世界ってやっぱりそこの過程、どういう形でどういう流れで作っていくっつうのを見せるのも、まあ、裏方的なものも見せていかなきゃいけないかなとは思って、だからそこが楽しいのかなと思って、うん、ありがたいと思います本当に。モルタルで活用してレンガを積み方とか、面白いこう積み方とか、まあ、あと石の張り方とか、まあ、そういうのもちょっと入れていきたいなとは思ったりはしますね。うん。ああ、そうだね。だから今の庭を作ってんのも廃材じゃないけど、あるも、まずあるものでこう組み立てていこうっていう形で考えてるから、だからまあこんな廃材で どうやってできるんだっていう一つのね、あのテーマ、あの問いかけがあれば、それでちょっと考えて作ってはいきたいと思うし。だから今までのやってきたっていうのは、結局はもうお客さんがどうしたいんだ、どういうものを作りたいんだ、どういうものを望んでんだって、そこからの出発だから、だからそういうのもやっぱりもっと廃材を利用した形で、前ほらドイツの時なんかだって光悦作る時にはもう全くその廃材で日本のデザインの形のものをね、竹垣を使ったり、ああ作ることができたし、まあ、そういうのだと結構利用していけば作れちゃうんだよね。うん、楽しいです
いやいや、それはもう取ってもらって感謝感激ですよ。うん、そうなんだよ。一時テレビにテレビチャンピオンの時お手紙もらったりお電話もらったりっていうのあったけど、今こうやってこう自分自ら発信したものに対してこう反応だ、いいことばっかりじゃないと思うけどね。まあ、それはもう別に批判的なものもあってもいいし、前はあったんだよ、テレビだとあんなのやんじゃねえとか、批判も半分ぐらいあったよ、あんなやり方やってんじゃねえよテレビでとか。押し付けじゃないようにね。本当に皆さん YouTube 見ていただいてありがとうございます。今69ですけど、まあできる限りやってきたことを皆さんに伝えたいと思っております。やはりちょっとチャンネル登録をぜひ皆さんしていただければまたありがたいと思います。自分の励みにもなりますもんで、お願いいたします。集大成ということでいろんなものに対して挑戦していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。